アルティリエーレは、イタリア海軍のルポ級、フリゲート5番艦、または、改めルポ級、アルティリエーレ級もしくはソルダティ級フリゲートに、分類される場合は1番艦となる。艦名は砲兵を意味するイタリア語に由来する。アルティリエーレは、リユーニティ造船安康な造船所で建造され1982年3月31日に、寄港。 1983年7月27日に浸水し、ヒッテインと命名されるも、大金未払いのため、イラク海軍への引き渡しは見送られる。その後湾岸戦争を経て、国際連合の制裁措置もあり、引き受け先が中に浮いたままであったが、1993年にイタリア海軍が購入することとなり、アルティリエーレと命名され1994年10月29日に、 収益する主な管力は、1995年から2000年にかけてはアドリア海において、紹介活動に従事し、この合間の1997年9月から1998年1月にかけては、東南アジアにて活動している。2002年から2005年にかけて、常設地中海海軍部隊に属し、アクティブエンデバー作戦に参加し東地中海で、 作戦に従事する。2005年5月には常設大西洋海軍部隊に転属し、南部隊嫌雷部隊を9月から10月にかけて訓練の支援をする。2006年にカナーデ06演習に参加し、シチリア海峡からマルタ島までの範囲で行動する。ありがとうございます。